おはようございます。簡単マイコン教室、おっちゃん先生の土井です。と昨日からスクラッチとマイクロビットモアの連携をやっています。まあ、ラベルっていうのをどう使いますかっていう質問を受けてで、今日はそのラベルを私自身も初めて使ってみようと思います。結構細かい字になるので、このメガネを解説始めると普段のメガネに変えさせていただこうと思ってます。はい、では早速始めていきたいと思います。と画面はですね、スクラッチのエンガーラボさんのサイトから入ったスクラッチ画面です。ともう一度この説明をすると、昨日の動画と一緒の内容になるので、ここまではちょっとやり方っていうのは昨日のこれの前回の動画を見ていただければと思います。でマイクロビットに必要なプログラムを書き込んで、ここのチェックが緑色マークになって、でプログラムが動くというところまでは前回の動画でご覧ください。で今日のテーマはと、ここのモアの一番下にあるマイクロビットのラベル、この3つのブロックですね、ちょっと大きく出してみましょうか。これを使おうと。でこれ一番下にあるので多分エンガーラボさんも一番難しいというか、使う人は使ってください。そんな無責任な言い方はないと思いますがと、使うのはかなり高度ですよっていう意味だと思います。でラベルっていうのがあって、ラベル、これがラベルの名前です。ラベルって何ですかって思う人もあるかもしれませんが、私もなかなか説明が難しいんですけど、ラベル変数、受け渡しするための変数で、それをラベルって呼んでもいるよ。それにラベルですから、なんかシールを貼って区別してるみたいなイメージをつけてもらえればいいと思います。でこのラベルのこの文字列ですね、このラベル01っていう名前のついたところからデータを受け取りますよというので、別途データが来るんですね。だからこのラベルに紐づいたっていう表現がちょっと分かりにくいかもしれませんが、このラベルの貼ってある袋の中にデータが入っていて、なんかとにかくそこにデータが入ったというのをマイクロビットが検知したら動くよっていう、これはブロックです。でこれは丸いやつで、これもスクラッチとかマイクロビットで慣れている方はこの丸の形を見れば分かると思いますが、これがラベルそのものの中に入っているデータを取り出すときに使うブロックです。だからこれを変数に入れたりとかですね、あるいは何かこう計算するブロックの中に入れたりとかいうふうにすることができます。マイクロビットをお使いの方であれば、センサーの値を取ってくるとか、加速度、明るさとかいうのがこういう形のブロックをしていると思います。でこれがスクラッチからマイクロビットにデータを送りましょうと、こういう文字列をつけて、このラベル、このシールの貼ってある袋にこのデータを入れてマイクロビットに渡しましょうということになります。だからマイクロビットとやり取りをするので、もう一つ必要なことは、マイクロビット側のプログラムという話が出てくるんですよね。だマイクロビットのプログラムはエンガーラボさんのサイト、これクリックすると出てくるのかな、キャンセル、これ離れちゃうとダメなので、これを右クリックして新しいタブで開くと、あ、違うものが出てきましたね。とこの時はどうするかっていうと、ここのこれをクリックするとこう出てきて、エディターに行く、でこのヘルプを開くとエンガーラボさんのこのページに来ると思いますが、このプログラムをマイクロビットに入れてくださいっていうのがあるんですけど、これを触らないといけないんですね。ちょっとこれを開いてみましょう。これもちょっと高度なって言うとあれかもしれませんが、これでマイクロビットのプログラムをダウンロードホルダーなどに、皆さんのホルダーに保存してください。で、保存すると、私の場合はここ Mac ですけど、こんな風にしてダウンロードホルダーの中にダウンロード、このプログラムがされます。で普通はこのマイクロビットのプログラムをマイクロビットに書き込んで動かすんですけど、これを開く方法はメイクコードエディターを開いてください。マイクロビット .org とホームページに行って、レッツコードでエディターに入ると、普段
ちょっと英語版になってますね。トランゲージを日本にしましょう。日本にして、これで読み込むってしてください。読み込むとですね、このファイルを読み込むっていうのがあるので、これで先ほどダウンロードしたエンガーラボさんのプログラム、これですね、これを読み込んでください。すると開くことできるんですね。これで続けてもらうと、エンガーラボさんが作ったプログラム、説明もデフォルトで開くんですね。英語ですが、こんな風に開きますよと。で、まあ、ここはいろんなブロックの説明とかがあって、まあ、これはちょっとこれだけでいいですよとなっていますが、マイクロビットには実はこのプログラムだけが入ってるんですね。で、これでマイクロビットモアのサービスがすべて始まって、あともうずっとも何もする必要なく、普通にスクラッチとマイクロビットモアと連携させて、ここにあるつながった時とか A ボタンを押されたらとか、ロゴがタッチされたとか、ここをこのパターンに表示するとかいうのはもうすべてエンガーラボさんが作っていて、このブロックだけでそれが表現されます。で、そのブロックとその拡張ブロックが読み込まれているのはこれです。で、この中開くとラベルというのが出てきて、このブロックを使ってマイクロビット側に書くプログラムをですね、書いてあげてやり取りすると、独自にマイクロビットを動かすことができるということになります。で、ここにあるブロックが先ほど説明したこれですね。このブロックと対になっているというか、連携しながら動くということになります。はい、まあ、ここまでがマイクロビットモアのラベルっていうブロックの説明で、具体概要で、まあ、この機能を使ってプログラムを組みましょうということになります。で、何をしたらいいかなっていうことで、基本はこのマイクロビットモアを使う方は、マイクロビットをよく知っている方というよりか、どちらかというとスクラッチをよく知っている方だと思うので、スクラッチからマイクロビットにデータを送るということを考えてみようと思います。で、基本的にはマイクロビット側からスクラッチに何か受け渡しするというのは、基本的に いろんなセンサーの値、明るさだとか方位角度とか全部持っているので、マイクロビット側から、マイクロビットからスクラッチにデータを渡すのはこの基本ブロックでできると思います。だから、このラベルを使うと基本的にはスクラッチからマイクロビットにデータを渡してあげて、マイクロビットで何かしたいという時に使うブロックになるのだろうというふうに私は考えています。だから、スクラッチ側から何かデータを入れてあげないといけないので、プログラムとしてはどうしたらいいですかね。調べる、止まっている移動距離ドラッグでできるようにする、何か、マイクロビット聞いて待つ、こういうブロックが必要なのかもしれません。あなたの名前は何ですかと聞いて待つということで、で、何をしようかっていろいろ考えたんですけど、スクラッチ側から何かこう情報を与えて、マイクロビットの音が鳴るっていうのをやってみたらどうかなと。 V2 で音楽を鳴らすっていうブロックがこの中にはないような気がするので、なんかマイクロビットで音を鳴らすプログラムを作ってみようと思います。はい、今日はすでに10分に近づこうとしていますが、一旦ひとしきりちょっと長くなるかもしれませんが、本来だったらここで切ってっていう風にするんですが、私自身もこれ初めてやるのでうまくいくかわからないので、ちょっと今日は長めになるかもしれませんが、すいません、やらせてください。ということで、まず旗マークが押されたら、この3つですよね、置いておいて、まあ、あなたの名前は何ですかと聞いてますと、ここもちょっとデフォルトのままいきますか。で、これで実行すると、これを、こんな風に何ですかって聞きます。で、ここで、何入れますかね。アルファベットの C を、
大文字小文字、これ小文字ですか、大文字、まあ、こうやって入れると名前を C っていう名前っていうのを覚えて動くと、まあ、大文字の A を入れてエンターあるいはチェックを押すと A っていうのを入って、これどうなってるかっていうと、調べるの中、この答えの中に入ってるんですよね。だからそれを音としてとにゃーと鳴らすって言うとあれですね、見た目何かこんにちはという、これの中に入れてみましょうか。これの中に答えを入れると、これで A と入れると A と言うと、ここに A と表示されます。でこれでこの答えっていう中に A が入ったというのが分かるので、これをマイクロビットに渡してみましょうか。ちゃんと渡るのかな。この答えをラベルのこの番号のままでいきますね、つけて送りましょう。答えを送りますと、これで答えが送られて、で送られたプログラムはどうなるかっていうと、ここに来るんですよね。で今度はこのラベルが文字列を今投げたつもりなので、数値じゃなくて文字列を受け取った時っていう風にして、これでと音楽メロディーどの音を鳴らすと、で鳴らして、鳴らせばさらに自分自身のラベルにここに終わったよ。日本語遅れるのかな、この辺りも怖いね。まあちょっと日本語怖いので英語でエンドと送ろうと。これで送り返してやると、これでやり取りするんじゃないかなと思っています。これで送って音を鳴らしてエンドと返ってくる。でこのプログラムをちょっと名前を変えておいて、とまあなんか01サウンドぐらいにしておきますか。音を鳴らすのでサウンドにしておいて、これをマイクロビットに書いてあげる必要があります。今通信しているので一旦書き込もうとすると結構大変ですね。ダウンロードで一旦こうやってコンパイルさするのに時間がかかると。コンパイル時間かかるみたいですね。でじゃあちょっとこのコンパイル待ってる間に、コンパイル続けてますよね。待っている間にもう少しこれをやりましょう。で、送ります。で、送った後、今度はデータを受け取ったとき、これがエンドって返ってくるので、で、受け取ったときに、と見た目で、というでこのラベルの中を書かしてやるとエンドって言ってくれるんじゃないかなと思っています。はい。で今マイクロビットはつながっていて、このプログラムをとにかくかからないといけないんですけど、これ結構最初にするとコンパイルに時間がかかるんですよね。エンガーラボさんのプログラム自体をいろんなものを読み込んでコンパイルするので、今みたいに他のタブを開くとまた一からやり直してるのかもしれませんね。でこれをとコンパイルが終わる と今直接ダウンロードしていないので、こういうこの名前の .hex とヘクスファイルっていうんですけどね、ヘキサゴン、ヘックスだから六角形っていう、六進数とかなんか そんな名残なんですけど、とヘックスっていう拡張子のものがつきます。ちゃんとコンパイル終わるのかな、ちょっと心配になってきました。1分かかることがありますって出ていますが、これアミニッツなんですね、多分英語はね。だから1分っていうわけではなく、あ、終わりました。で、これをちょっと手間ですが、マイクロビットに書いてあげましょう。で、マイクロビット見えないですよね。これエンガーラボさんのプログラムを一回 USB 外してつなぎ直しました。マイクロビット出てくれますか？電源が、私の Mac のせいですかね。
一回ちょっとこっちに、あ、戻れないですか。一旦これをダウンロードフォルダーに置いて、これが、あ、切れてますよね。まず切れているのが必要で、これをファインダーで表示をして、これをマイクロビットに書きたいんですが、マイクロビットが出ないですよね。私のちょっと USB ポート調子が悪くて、なかなか認識してくれないんですよね。ちょっと切り、つなぎ替えて、よいしょ、ダイレクトにつなげば大丈夫なはずで、これでマイクロビットが出てきましたね。で、これで先ほど作ったサウンドの方のプログラムです。これさ、私が作ったサウンドの方のプログラムをマイクロビットに入れて書き込みましょう。これでエンガーラボさんのもともと入っているプログラムに先ほどの自分の動きを足したこのプログラムが書き込まれたものがこのマイクロビットに入るので、またこのティルト点々で埋め尽くしてくれと、これあのエンガーラボさんのプログラムを書き換えると初期設定として必ずしないといけないので、まあこれが出るってことはちゃんと書き換わったってことですよね。とちゃんと書き換わって、これでニコちゃんマークになって、おエラー9、早速エラー9が出ています。このエラー9って何かな、繋がってないからかな、ちょっとエラーは出てますが、ちょっと画面を切り替えて、はい、で一旦接続ができるか見てみましょう。エラーなので、もしかしたらダメですか。ペアを要求しています。やっぱりエラーが出てるとペアリングできませんかね。リセットをしても、はい、ダメでしたダメでしたって言うとあれですが、はい、ということで、ここから動画を撮るとグダグダになるのですいません。やってみましたがうまくいきませんでしたという、まあ私の動画にはたまにあるんですが申し訳ないです。まあ、概要の説明までは合ってると思うんですが、何か手続きを間違っているようです。少し調査をしてですね、今日で本当は1回2回で終わると言ってましたが、すいません、週末を挟んで月曜日までに解決できるよう努力をするので、これの続きは月曜日ということでお許しください。はい、今日は少し長めの動画になって、かつ最後はうまくいきませんでしたということで非常に申し訳ないんですけども、なんとか格闘してですね、スクラッチ側から音声じゃない、A、B、C とかいう何か文字コードを送って、それを受け取ったら、マイクロビット側に、マイクロビット側で音を鳴らして、で音を鳴らし終わったらマイクロビット側に終わりましたというメッセージを送って、マイクロビット側でこの猫のマークがエンドと吹き出しが変わるというのを目指して作ってみたいと思って動かしています。今日はエラーになって終わってしまいましたが、次はうまくできるよう頑張りますのでよろしくお願いします。今日もご清聴ありがとうございました。このチャンネルでは毎朝朝6時にマイクロビットやイチゴジャムの説明動画を公開しています。もしよかったらですね、チャンネル登録していただいて毎日お付き合いいただければと思います。今日もご清聴ありがとうございました。